皆さんこんにちは、金子秀樹です。高井亮太です。金子コーチ、はい、サーブなんですけど、サーブが入らない、うん、特にそうですね、最初こう入れるサーブから練習していって、はい、でスライスサーブをやりたいなんて言って、スクールでもスライスサーブって一番最初に多分教えると思うんですけど、うん、回転のかかったサーブとしてなんですけど、なんかこう当たりがすごく薄くなってしまって、カシュンカシュンで飛ばないとか、うん、なんかこう肩を回して打たないといけないっていうことから、はい、うん、まあ、実際のサーブになるとダブルフォルトだらけっていう方結構多いんですけど、うん、スライスサーブ、こう初心者の方、少しサーブを入れれるようになってきた方がスライスサーブに移行していきたいって言った時に、はい、うん、どういうふうなアプローチをするのがベストなのかなと思って、今日はベストなことだよね、はい、まあ、あの入れるサーブというのももちろん持っとかないといけないし、必ず入るサーブっていうのも自分で認識しておきたいよね、はい、うん、こういう風に打ったら必ず入るサーブになる、もしくは試合の時を、まあ、みんな想定はしてると思うんだけど、はい、その中でも打ちすぎてしまったり、うん、緊張した場面をこう思い描きながらやってなかったりとか、はいはい、で試合になると当然緊張するわけだから触れなくなるっていう、この誤差をなくしたいよね、うん、ではこの誤差っていうのは何か、僕はこの当てるこの精度だと思うから、はい、ここをできるだけ精度が狂わないように、はい、ちゃんと当たるということはもう小さいスイングが一番簡単になるよね。そうですね。で小さいスイングでサーブを打つこと、お、うん、でスライスサーブっていうふうに言われてるんで、小さいスイングでスライスサーブ打てるよ、うんうん、何を逆にやってはいけないかというと、速くなってしまうスイング、はい、うん、速くなってしまうスイングをできるだけしないようにすること、うんうん、これがすごいこう安定する、まとめていくには重要な、まあ、技術なのか思考なのか、はい、うん、まあ、両方なのか、うん、だと思うんだよね。なるほど。まず速攻をやってからっていう風な、まず部分ですかね、うん、そうだね、はい、だから難しいことを逆にしちゃってんだよね。なるほど。早く振って入れるように、そう、まあ、それは難しいよね、うん、練習量も必要だよねみたいな、そうですね、うん、そうなってしまうので、まあ、ある程度の練習量でも入るサーブを今から身に、まずはファーストステップとして身につけておくことがすごい重要なんじゃないかなと思います。なるほど、はい、今日はスライスサーブをどういうふうにして簡単に打つかということに対して、まあ、このテイクバックからこのサーブ打つまで、まあ、大きくしないっていうところだよね、うんうん、今のでは大きく、ファーストステップとしては大きいんじゃないかな。なるほど。当然振り切ることはすごい重要です。振り切ってこういうふうにして打っていくことはすごい重要なんだけど、うん、ここに到達するまである程度ステップを踏まないと、はい、うん、いけないと思います、うん、はい、それはやはり面のこの軌道をイメージできたり、あとはトスだったりもするよね、はい、うん、でどうしても一番このスライスサーブでやってはいけないのはスライスをかけようっていう風に変にこう小手先でこうかけてしまう、はい、うん、これをやってはいけないよね、うんうん、だからそれをやらないようにする。でまずは、まあ、通常通りフラットのサーブでもいいので、小さいスイングでここからモーション入ってもいいので、小さくゆっくり振れるよ、はい、うん、面をぶらさないように、うん、ゆっくり振れる、はいはい、うん、これをまあこのスロースイングっていうのかな、はい、これをまずはできるようにすると、はい、なんかあれでみたいですね、ミニテニスのショートテニスの時のなんかこう小さい中でのゆったりしたスイングみたいな感じですね。もうまさにそこだよね、はい、ショートテニスってやはり短いところから、うん、そうやって面を安定させてやるっていう狙いと一緒だよね、うんうんうん、ブレにくいですよねその方が、うん、スイング小さくっていうのはもう最初こうフラット系でいいっていうことだったんですけど、うん、構えとかもこの辺からでもいいんですかね。その辺からでも、うん、いいですか。いいと思います、はい、まあ、ステップとしていいと思います、うんうん、ステップとしてステップとしてこの辺からすぐでもそれで今のでもスライスサーブになっちゃってるんだよね。そうですね、うん、
ちょっとこうまっすぐ当たってない。逆にこのスライスサーブが打ててしまうと、はい、このフラットで打つ方が難しくなると思う、うん、面を作るのが難しいですよね、うん、あっち行ったりこっち行ったりなってしまうので、はい、多分コツが分かってきたらスライスサーブの方が簡単なんだっていうふうに思う。まずゆっくり打つっていうことですね。ゆっくり振る、はい、多分スライスサーブをこう覚えたての、まあ、酒井コーチはクラスでも教える機会が多いと思うんだけど、はい、多分多いのってこういうことじゃないかな。スライスをかけましょうっていう。そうですね、飛ばない人が多いんじゃないかな。多いですね、はい、うん、これをやってしまうとこうなってしまうから、もっと打たないと、うん、で小手先で面を変えてしまう、安定しないっていう風になってしまうと思うの。そうですね、うん、でまずあまりスライスを気にしないでいいので、面の一定差を保ちながら、うん、で先ほど言ったミニテニスだと後ろから前にこうスイングするのを、まあ、サーブだからといって後ろからま前にこう振るというイメージよりも、下から上にこういう風に振る羽子板なイメージでもいいと思います。はい、はいはい、こう打ち上げるようなイメージですか。まあ、我々はあの砲丸投げだっていう風に言ってるけど、はいはい、まあ、テニスに近づけて言うならば羽子板みたいな感じで、もう面も作っちゃって、うん、まあ、それこそ短く持ってゆっくり振ること、うん、まあ、これも多いのがこうやって叩いちゃうので、これを気をつけないといけない。手全体もしできるならば体全体でこういうふうに振れるよ、うん、まずはそのステップを踏むと。ステップを踏む、はい、グリップはどうですか。グリップは、まあ、理想はコンチネンタルで握ることなんだけど、多分そういうふうになってしまう。ミスの仕方としてカシュッカシュなりますね、なってしまうと思うので、はい、そうならないために、まあ、最初は少しフォアハンドに近いグリップからの少しコンチネンタル気味でいいんじゃないかな。なるほど、うん、はい、まあ、厳密なコンチネンタルグリップではなく、うん、まあ、フォアハンドよりのよりのコンチネンタルグリップみたいな感じ、うん、でそれがもしできるようならばコンチネンタルで持ってリストをちょっと背屈にしちゃう。背屈にしてできるだけ羽子板の面の入り方に近いようにしていつも。なるほど、うん、羽子板の面に近い、決して速いスイングにならないように、うん、はい、うん、なんかこうよく言われるのは小屈じゃないとダメですよっても、こうこの形を小屈をっていうじゃないですか、うん、入れることを考えると面が開いてた方が打ちやすいっていうところですよ ね、 そうだね、最初だと、はい、うん、なんか最初からこうやって下向いてたりとか閉じてたりすると、うん、やっぱその回転のかけ方がわからない方にとってはすごいハードルが少し難しいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、我々からしたらもうこういうふうに回転をかけちゃった方が簡単、うん、はい、だけどこれってやっぱ中級以上になるんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん、こうやって振り抜いた方が打ちやすいっていうのはあるよね、はい、うんうん、でもこれもやはりステップを踏んでじゃないと、はい、やはりいきなし初級の方がこういうふうにやるのは難しいと思うので、ここで面を作って少し面を背屈気味にして、はい、でこういうふうに打つと、うん、多分狙いよりも右に行ってんのね、はい、うん、右の方だと多分狙いよりも左に行ってしまう、はい、でこれをここでコントロールしないようにし、お同じ打ち方、面の向きでは変えようとしないと、多分こういうボールになると思う、はい、まあ、フォアサイドからやった方が分かりやすいかな、はい、右利きのこういう風にして入って少し背屈気味にしてっていくと、まあ、今ちょうど合っちゃったんだけど、もう少しサイドにこうやって切れるようにします、うんうんうん、多分最初ああいう風になると思います、はいはいはい、そうしたらどうしますか。そうしたら次のステップとして、今同じ狙ってる体の使い方、うん、でしかし少しボールが左側に行ってしまう、はい、この分を体をこっち側に向けます。おお、うん、はい、でこのラケットのこの方向にゆっくり振ると、はい、この分だけ強制される、はい、これをあ、さっき右に行っちゃったから、はい、少し手で
左にやろう、あ、左に行っちゃったから手で右にやろうとすると今みたいに今度は違う方向に行ってしまうから、うん、体でコントロールをしないといけない。体の向きをちょっと変えてあげる。体の向きで、うん、よく多いのがここから打って左に行ったからじゃあ外から打てばいいんじゃないって言ってこう外から行く人も結構いますよね。まあ入ることは入りますよね、うん、そうなると、うん、なんですけどここで金心地がいいのは体の向きにした方がいいってことですね。それも合わせ方の一つだよね。うん、そうですね、合わせ方の一つとして、はいはい、で違う方法としてこうちょっと体正面向いてしまってるものを少し閉じましょうっていう。でこれをあっちに行けっていう風にならないでもう同じ方向にこう打つような形にこうすると。はいはいはい、今のなんかあれですね、向きが変わっただけでちょっとこう回転もなんかスッてかかったような気がしますね。で当然厚みの中にスライスサーブがいくんで少しずつ、はい、スイングが速くなると、うん、多分落ちてからのスピードも そこまで落ちない。変にこうスライス回転をかけようとして、うん、こういうふうに打ってるわけじゃないので、はい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 、これの方が失速してますよね、うん、明らかに。そうだね、うん、ボールが逆に跳ねて失速してるって感じがしますね。跳ねてしまうっていう、はい、うん、やはりスライスサーブは跳ねさせたくないので、うん、落ちてからちゃんとした球威のあるスライスサーブになるように、うんうん、これぐらいのスピードで初級の方なんかどうだろう、十分じゃないかなと。いいと思いますけどね、はい、うん、まずあの入るという安心感。そうだね、はい、そこでまず納得はした方がいいと思うんだよね。そうですね。じゃあそこからねインターメディエートになった時にもう少し振りたいとか出てくるよね、うんうん、でこのステップを越すとその先が難しくなってしまう。そうですね、うんうん、ちょっとあのまとめてもいいですか、はい、じゃあまとめますと、はい、まあ、今サーブをこうちょっとスライスサーブに打ちたいと、うん、打っていきたいっていう方はで入るサーブにしたいと、羽子板のような感じでもいいんじゃないのっていうところからグリップはコンチネンタルグリップも少しフォアサイド側でもいいよと、最初のステップとしては、ステップとしては、はい、できる人はコンチネンタルグリップでちょっとこう小屈じゃなくて背屈気味でもいいんじゃないかと、こっち側に持っていくと、はい、でスタートはここでもいいし、まあ、下からでもいい、うん、あのこれもステップでここができたらここからやれるようにはした方がいいよね、うん、ここがゴールじゃなくって、うん、こっちに行くためのステップってことですね、はい、で打つときにはこう少し打ち上げるような形で打っていったらいいですね、はいはい、でボールがこうやってサイドに切れていくようだったら、うん、少し体の向きを移動するのではなくて体の向きをちょっとこう変えてあげて、そうだ、ね、肩のこの向きを変えたらいいかと思います。肩の向きを、はい、まあ、下半身も一緒にこうやってついてくる、はいはい、こういう状態ですね、うん、こういう状態、はいはい、で、向こうに打とうとあまりせずに今と同じ形でこうやって打っていくと、そういうことです、はいはい、ここだけを気をつけると。でちょっとずつこれが慣れてきたら少しスイングを今よりも早く少し早くしてあげるって感じですかね、うん、はい、少し早くしてあげる。特に早くっていうのはインパクト見せてもらっていいですか、はい、ここからここを早く、うん、ここからここを早くするっていうイメージを、はい、ここまではゆっくり持ってきて、はい、ちょっとここを早くするぐらいで、はいはい、ここぐらいでいいんですね。インパクト前を速くするって感じ、うん、当たった後を速くするっていうよりはインパクト前後30センチを速くするって形かな、はあはあはあ、なるほど、うん、じゃあここのインパクトのここをちょっと速くしてあげるってだけですね、うん、はい、なるほど、ここを速くしてあげる、そういうことです、はいはい、ここにこう壁がインパクトのところに壁があって水風船をこう挟んでこうプチッてこう潰すようなイメージを持ってください、はい、ここで潰してあげる、はい、少しこう加速しないと、そうです、勢い出さないと潰れないですね、潰れないんで、ね、はい、ここの部分でここをちょっと速くしたい、お、今のはね、ちょっと打ち上げる感覚をもう少し入れて、はい、今みたいにそうネットしちゃう人はどうしても前に飛ばそう前に飛ばそうっていう風にして、はい、飛ばなくてもっと強く打って飛ばそうじゃなくて逆に方向、うん、これも方向だよ、まっすぐ狙って下に行ってしまうんだったら、うん、もう少し上を狙って、はい、で少し下に行くっていう、なるほどなるほど、はい、少し上に打ち上げる感覚を持ってあげるといいってことですね。少し上に羽子板とこれも一緒で、はい、うん、少し上にこう打ち上げるような感じ、はい、を上に打ち上げてあげると、
もうあれで十分だよね。そうですね、うん、ラスト。はい、以上になります。今日はスライスサーブの入門編になるのかな、はい、うん、一番最初にトライしちゃうんですよね。グリップ薄くして、うん、カシュカシュサーブからで、コーチとしてはそのサーブを打ち続ければいつか入るようになりますよと、うん、このコンチネンタルグリップでネットしても、うん、打てば打つほど入るようになるんで練習頑張りましょうって言うんですけど、入るようにならないんですよね。しかも伝えてることも正しいしね、はい、うん、そこがうまく生徒さん側が納得してずっと続けれればいいんですけど、うん、試合しなきゃいけないので、うん、そうなってくると、まあ、そのバランスですよね、うん、でも今日のなんかの内容を見ていくと、一つもグリップを、まあ、コンチネンタルグリップにして、でこうやってこうボールの右上を削ってスイングしましょうとか、はい、体の横向きを保ったまま、うん、ボールの飛ぶ方向と反対側にスイングしましょうなんてことは一言も言ってないんですよね、うん、これだいたいこうありきたりというか、もうレベルが高い人にはそうやって伝えると思うんですけども、うん、そうじゃない方たちにはこのステップを踏んでいった方がなんかいい感じしますね、はい、なぜかというと、もう基準が入れること、はい、うん、コートの中に収めるためにはっていうのが一番上に来て、はい、でそこからできる範囲のことをやってる。でこれがまた入ることが基準なことで、うん、そこからずれてしまうと、うん、またちょっとその前に戻ってその大げさにならないようにする、うんうん、このスイングも速くならないようにしたり、面も一定差をもう少し保ったりする、うんうん、一番は入れることが一番のこのプライオリティに来てるので、うん、まあ、そこがこの伝え方の違いでもあるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、うん、別にこれを経ていったからって言ってその切れるようなサーブが打てないかって言ったらそうじゃなくて、逆にこうやってなんかやってる中でボールの当たり方の厚みを覚えていくので、うん、やっぱそれが生きてくるような感じはしますよね。そうだね、はい、もうやはりそう入れながら徐々にこうステップアップをしていく、うん、当然それがゴールじゃないっていうのはこう頭に入れながら、はい、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。